海など干上がらせず。海など干上がらせすせるんだ、こんちは。今日は無課金が作れるバジラ構築また紹介していくんやけども、まあ今バジラのデッキも結構その変化していってて、まあドラゴン一色でこうねカチュアとか、バジラを採用するねドラゴン構築というものが、まあ、ボルメテウスとかね採用する構築あるんやけども、まあ今密かにこう流行ってるデッキというものが、まあこうリーフを採用した水文明のこうねデッキというものが流行っている中で、バジラプラスリーフを採用することによって豊富なドローソースを展開しながらバジラまで持っていくと、なおかつそのボルメテウスとかカチュアとか採用していない分、まあデーモンハンド、アクアサーファーなどのこう強力なシールドトリガーを採用していると。だからまあ進化できるっていうのが、まずこのね4体4コスあればこうねリーフ進化で殴れると、まあこの低コストで進化で速攻性を持たせて、まあ終盤決めに行くことができるプラス、まあ強力なねバジラが入っていると。で今この構築が無課金勢の間でかなり話題になってるよね。だからその無課金の方で何のデッキを作ろうかって考えてる人は、まあこのデッキを使うというね2文字を展開するしかないわけだ。で文明の数が、まあ、水文明が一番多いっていうのも結構バジラ構築では珍しいかなと思うよね。特に非文明のバジラが主軸やから、まあ、バジラのねその非文明が13枚しかないというのも、まあ、見どころであると。でいきなりもうデッキ紹介していくんやけども、エレガントドラルドトランプが4枚と、フェアリーキャンドルが4枚採用、アストラルリーフが2枚、ファントムバイス3枚。まあこのファントムバイスとか見るとね、やっぱ無課金の、こう無課金のために作られたっていうのがこう感じられるよね。それから、メガネザウルスが1枚採用、クエイクゲート2枚。このね、バジラの構築にクエイクゲートが入ってるっていうのも、なかなか珍しいよね。まあゾルベールがこうミラーになった時とかこうね、マウントの取り合いとかでも使えそうやんね。それからゾルベールが4枚採用、まあこれはもうドラゴンのねバジラ構築にはほぼ必須のカード。4枚は、絶対入ってるね。まあ4枚3枚は絶対入ってる、非常にまあ強力なカードであると。それからボンギールズ山田が、2枚採用、トルネードフレームが3枚採用。まあトルネードフレームも、まあ、無課金の構築ではよく見るカードやんね。それからアクアサーフィングが4枚採用、デーモンハンティングが4枚採用、ボルテールドラゴンが4枚採用。まあ、ここのねシールドトリガー、資産12かな、この連続、ね、シールドトリガーの、詰め込み方、これもすごいこう印象的なところであるよね。それからバジュラが3枚採用と、まあなんだかんだバジュラの構築がね、なんだかんだというか、まあ、当たり前のごとく、バジュラ構築というのが世界一を取っていると。だからその廃課金者のバジュラの構築ね、カチュアとか採用している、あとはあのバゲルハゲガイザーとかね、その辺のまあガチ構築に比べれば確かにまあ火力の操作は弱いと思うんやけども、まあエレガントランプ、フェアリーキャンドル、アストラリーフ、この辺のまあ無課金でも作れるようなカードたちを採用することによって、まあ課金者のまあその領域まで到達することができるような構築にもまあ一応なってると。でまあ今回ねこの動画をね、動画じゃない、このねデッキを使っていくんやけども、まあ、バジラのデッキで参考になったとかね、この構築を使って勝てましたって思った方はですね、まあ、チャンネル登録とね高評価よろしくお願いします。で、まあ、バジラの構築も多分もう6本か7本ぐらい上げてんのかな、まあガチ構築から初心者まで幅広く紹介しているから、まあ、そちらもね見ていただければなと思います。さあマッチングしました、対戦よろしくお願いします。今日もデュエルマスターズプレイスやっていくんやけども、まあ、何回かね上げてるんやけど、今日は、リーフを採用した、まあ、無課金が作れるね最強のバジラ構築を使っていくと。でまあ、リーフを採用することによって、まあ、大量のドロー展開をしながらバジラまでの奇跡を生み出していくんだよ。アクアサーファーはちょっといらないが、まずは1枚目で、まあ、相手自然文明、まあ、デュエマプレイスね、毎回言ってるけども、相手が何のデッキを使うのかというものをしっかりと、お、いいね、エレガントランプ、ドナルド・トランプの髪の毛拾っていく、まずは1枚目現れよ、エレガントランプ召喚。まあ、できれば2コスで出したかったけども、まあ、わがままは言ってられないからね。
世界はいつも待たしてくれはしないんだ。だから小賢しいな、そのコッコルピアなんよな結局は。おーでもクエイクゲートかで、やるならばメガザウルスを生贄に捧げてクエイクゲートで次元の世界の終焉を見たはいいな。ここでねやっぱ一番自分が意識したいのは焦らないことなよね。まずは一枚目、焦らないことが重要なんだよ。いいね、これでまあコッコルピアを粉砕しながら私の理想郷を作っていくと。でもやっぱサンコス、あこれボルメタイウスも入れてるわけか、だから小賢しいだ。コッコルピアを取ったのにコッコルピアが生まれるだ、シャキ。バジラはちょっと入れ替えるか、もう一枚のバジラ見てか、マナーを加速しないとしょうがないので、バジラを生贄に捧げながら、ドナルド・トランプのヒゲを、ね、出していく。そして私は進化を使っていく。アストラリーフが召喚に成功した時、カードを3枚デッキから引くことができる。バジラ来い、バジラが来ればマウント取れるから。おいいね、ボンギールズマン引いていく。まあバジラ構築でも重要なんやけども、とにかく攻めていく。うん、それにまあ尽きるものはないからね。ただバジラを先に出されてしまうとめんどくさいから、そのドラゴンが出た時にそのトルネードフレームとかをこういかにこううまく処理を回しながらマウント取ってね殴っていくか。今回はバジラを出さないで勝つというのが求められそうな試合ではあるけどね。まあどんな盤面を作ろうが私を倒すという2文字は存在しない。あごめんちょっと聞こえてたらちょっと申し訳ないな。まあコッコルピアだから小賢しいで、大地の中に俺は世界を見据える。だがマナー層に置くという効果は私にしからすればありがたい話に過ぎないんだよ。ボンギールズなんやけど、トルネードフレーム結構優秀なカードやんね。ボンギールズ山根を生贄に捧げ、出直しな、この動き見切れるか。いいね、とりあえずマクアサーファーとかもうドルネードフレームとかでマウント取りつつやっていく。でドラゴン構築のやっぱね弱点をついていくしかないからね。だからシールドトリガーが来れば満遍早く返されそうやけども、まあ、この動きがずっとね、うまくいけば私が勝つという未来のロードは変わることがない真実の裏返しになるんだ。たかが6マナで何ができる、しかもジオブリードを展開しようがバジラまでは到達しないからね。そんな無課金の星みたいなカードを出して何になるんだ。あでもここでドラゴン2枚出してバジラまで行くって感じか。面白い動きをしてくるじゃないか。だがバジラを出させるなんてことはありえはせかない真実のカモモノ。まずは1枚目、出直しな、この動き見切れるか。いいね、フェアリーキャンドルもねブロッカーとしてはすごい役割は強いからね。現れよダークネスインフィニティ召喚。ダークネスインフィニティが召喚された時にリーフは攻撃することができる。まあそのなんやろな、バチラの構築の弱点でシールドトリガーの枚数の少なさにあるんやけど、デーモンハンダーよそ運が良すぎだろこいつ。これしかも次のターンにバジラが来るんだよな。となると私が動ける枚数というものは6マナ以下になるわけでしょ。小賢しいことをするなよな。しかもフェアリーキャンドルはあの攻撃できないから、あのシールドを促すのはちょっと厳しい。ただバジラを出そうがアクアサーファーとリーフが残れば私の勝ちという、2文字、勝ちという3文字は変わりがない真実になるからね。さあじっくり考えるがいい、私を倒す手段をな。まあ、バジラも確かに強いんやけども小賢しいや、まあ、せん。おーおーおーおお、だがコッコルピアでそのカードは処理できない。どちらにせよ次のターンにお前は負けるという2文字をお伝えするしかないんだ。小賢しいだ。まああと1枚のシールドをこうどういう風に処理していくのかというものが重要。ファントムバイツを引いていく。まずは1枚目消えるんだ、ザコカードよ。いいね、コッコルピアを粉砕玉砕していく。そして出直しな、この動き見切れるか。まあ、バジラが来た時にまあでもトリガーね、そのアクアサーファーと火は勝ちやからね。まあ、ここからがデュエマプレイスのねやっぱりその見どころ的なものはあるよね。まあおそらくバジラは来る、バジラが来た時にまあシールドトリガーが何枚引けるかみたいな。まあ運はね絡む。私の名前を呼んだか、決着をつけよう。で攻撃はしないとか小賢しいな。だからクリーチャーを毎ターン間処理しないといけないから、次のこれでクリーチャー引けばいいんで。こアストラリーフは小賢しいな。
これは小賢しいな。しかもアストラリーフ2枚しか出てないのに、1枚目のアストラリーフ出して最後の1枚引いたわけでしょ。うんげーやんこんなん。ボルメテウスで攻撃、でも9マナ何も出さない、初心者こいつ。あ、てか除去系のカードをたくさん持って、でこれ安定のね、ボルメテウスが攻撃するときに限ってシールドトリガーが来るっていうね。だからボルメテウスばっかり世界の終焉を見据えられると思うか。デーモンハンドでボルメテウスを破壊していく。まあリーフがいるからな、ワンチャンなんやろ。てか進化で殴れるから、サイバーウイルスを引けば私勝ちじゃんこれ。てか今のドローもサイバーウイルス引いてれば私の勝ちやったんで、まあサイバーウイルスを引かないという2文字は運ゲーになるよね。運ゲーという2文字にもなるよね。サイバーウイルス引いたら勝ちっていうことやったからね。結局その運やんか。だから運で、負けたか勝ったかみたいな。こいつバジラいてないんかなこれ。終わりにしてあげる。出直しな、この動き見切れるか。ダブルブレーカーのカードは処理しときたいね。消えるんだ雑魚カード。だから相手は多分トリガーのカード、トリガーのカードっていうか、そのなんやろな、呪文系の除去系のカード多分3枚は持ってるから、まあ、除去しながらなるけど、サイバーウイルスを引けば私の勝ちなんだよ。しかもまあ今のところ見たカード2枚やから、あと 6枚かな、サイバーウイルス入ってるわけでしょ。つまり17分の6、まあシールドトリガー合わせると20分の6ということは、こざこいつ生命の輝きは運行をもたらす。こざい。これトリプルブレーカーでマチャが負けるとか言うんじゃないよ。大地を恵め。あいやけども何もできないじゃねえかよ。ボルメテウスが小賢しかったな。でもトリガーはねこれだけすごい多いデッキではあるけども、こんななんかバニラみたいなカードに私が負けるとでも言うのか。貴様など許しはしないわ。あーくっそ、次は負けませんよ。